シーズンから抑えに転向した小林博之、おそらく今シーズン最も緊張する瞬間だと思います。初球ファルボン、中山さん、6月に入ってから小林博之がまだ状態が良くないんですよね。ちょっとね、この末もちょっと不安がありましたけどね、ここはしかし勢いでいかないとね、ある程度勝負。大声援、名古屋ドーム、最後の執念を信じるファン。外、ストライク、ツーナッシング。これね、この場面はね、再三京都が言ってたからですね、初球のね、ボールをやっぱり見逃したでしょ、あれちょっと助かりましたよね。そうですか、初球怖いですよ、しのいだだけにね。外スライダーはわずかに外れて2エンド1。じゃあもう1球目に行かれたら終わりですからね、だからやっぱり入り方は難しいんですよ、こういう場面もね。先頭バッターを出すか出さないか、非常に大きなポイント。ただ打ち取るのは最も難しい和田和弘。里崎追い込んでどうする、外まっすぐ、あーちょっと力が入りすぎているというような外崎の表情。2エンド2になった、同時に手を伸ばす。シーズン中は29のセーブを上げてきた小林博之。さあ、あと3つ、あとは選手に任せるだけ。西村監督はそんな表情でベンチに座っている。上げたファンボール、しびれる瞬間、小林博之、和田、勝負球、ちょっと浮いてますよね、ちょっと浮いてますか、やっぱり抑えないとね、ここは。さあ、和田がそれを浮いた球を仕留めるか、それとも小林博之が粘れるか、さあ、和田に対するこの期待、願い、思い、スウェードス。これもファールだ。粘っています和田。いやー、なかなか決着がつかない先頭バッター。和田が出ればまた何かが起きる、そんな予感が湧き上がってきます。7球目打った、レフトへ大きいどうだ、跳ね返っている、ボールが跳ね返っている、3塁に行く、和田は3塁に行く、どうだ、どうだ、ナイスセーブ。小林博之打たれました、ノーアウト3塁。絶対絶命のこの局面で、そうですね、僕もちょっと、あのボール球を2つ振ってる時点でね、ちょっとこれどうかなと思ったんですけど、まあ、あのロッテ側からしたらホームランだなって良かったですよね。いや、和田は多分ホームランだと思いましたね、あれ、僕も打った瞬間入ったかなと思ったんですけど、案外ノーアウトランナーサードっていうのは点入りづらい場面もあるんですよ。あ、なるほど。さあ、ここは前進守備、バッターブランコ。さあ、小林博之、あーすごい打球だ、和田の打球を抜けていきました。いやー、江本さん、やっぱりこのシリーズは簡単には終わらないですね。これね、本当にしぶといですからね、お互いに、お互いにね、もう普通状況から言ったらね、ええ、もう
ッチャーの苦しいところ、あの1点取られてもしょうがないなっていうのね、場面ですから。さあ逆王手に執念を燃やすドラゴンズ。すごすぎますね。